おはようございます。11月16日木曜日、ソライブモーニングを担当しました角田直子です。皆さん声聞こえてますか？映像も届いてますでしょうか？おはようございます。皆さん、ソライブモーニング参加していただきありがとうございました。いや、今日はですね、寒かったですね。各地と言いますか、もう今も寒いですね。特に早朝は寒かったですが、日中も今日は寒いということですので、今からお出かけの皆さん気をつけください。寒いねといただいてますね。あ、寒いのに薄着ですか？私は結構厚め、中にヒートテックも着てますし、冬のコートですのでね、お気をつけください。雪の報告も今日はいただいてましたね。北海道中心ですが、その他のエリアからも結構たくさんいただいてました。この後もお気をつけいただければと思います。なおこも気をつけてありがとうございます。そして今日はね、空色の日ですので、皆さんも送ってください。ぜひ、空色の日です。16時16分。今日は一歩も外に出ないという方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう方も16時台には外に出てください。送ったらいいことある。いいことありますよ。外に出て空を見上げたらいい気持ちになります。うん、いいことあります。皆さんぜひたくさん送ってください。はい、16時台ですね。あとね、最後にお知らせしていったんですけれども、皆さんご存知でした？12月16日、ちょうど1ヶ月後ですね。1ヶ月後にザ忘年会があります。忘年会、年末のイベントですね。新宿で夜あります。何やるんだ、何やるんでしょうね。まだ予定は見て、コウモくんの、私も行くと思いますよ。結構ね、皆さん行くと思いますけれどもね、皆さんもぜひお越しください。あと新宿、そう、新宿ですね。何丁目か分かんないですけど何丁目か分かんない。お店の名前さなぎ新宿だったかな。さなぎ新宿です。あとで高いお金払わされない。払わされないです。あの、飲食代だけで、入場も無料ですのでね、気軽に来ていただければと思います。あと、それは1ヶ月後のイベントなんですけど、今週末知らせもありますね。チャレンジング知らせ19日。ただ強い寒気流れ込むということで、皆さん寒さ対策しっかりとしてね、知らせをお越しいただければと思います。チャレンジング知らせ、そう、チャレンジング知らせね、私も行く予定にしておりますので、ぜひ皆さんもたくさんご参加いただければと思います。2つイベントご紹介していきましたが、なおこん、調子はどうですか？調子？絶好調です。絶好調ですね。あ、そうそう、今日の振り返していきましたが、結構ね、皆さんにこんちゃんもう書かないのって言われたから、いつか書こうかなと思ってたんだった。書いてるんですか、りなっちもリボンちゃん。携帯に書いてる？携帯に書いてるんだ。あ、ほら、私の筆箱もコーンです。ポップコーンヤミーって書いてあります。スマホで？スマホで書いてる。どういうこと？スマホのメモで？久しぶりですね。確かに書くのも。今日は寒いからマフラーして。手袋もして、よし、よし、じゃん、コーンちゃん、冬装備コーンちゃん、マフラーと手袋してます。あと、そう、
そこが手なの。そうですよ。あと温かいもの食べようということでね。実はこの後カレーを食べに行く予定にしてて、もうモーニングの時間中ずっとこうカレーが楽しみだなって思ってたんですよね。結構ねカレーのことをずっと考えてた。温かく体も温まっていいですよね。今日のランチのおすすめです、カレー。うん。何カレー？バターチキンカレー。そうそう、リナッチと永見さんと一緒に行くんですよ。またね、中継はしないですよ。中継しないけど事後報告、いや皆さん事前に報告しちゃったけど、ね、写真とかは SNS に載せようかなと思います。そう、それがすごい楽しみなんですよね今。うん、体がね温まりそうでいいですよね。カレーはあったかいですし、ちょっと辛さもありますしね。うん、そうだから絶好調。皆さんもこう楽しみな予定とかあると絶好調になれますよね。あと美味しい食べ物食べる予定とかがあったら、あ、本当だ、私白い服着てきちゃった今日、どうしよう。エプロンもらった方がいいかな。これ飛ばしちゃったらショックですよね。はぁ、そうだ、これ私服ですね。これ今日は衣装じゃない。着替えなきゃ。ねえ。紙エプロンここにしないとダメですね。なんで食べよう。うん、なんで食べたいと思います。逆に衣装で行こう。ちょっと私服じゃなくて、逆に衣装でね、カレー色の衣装あったかな。それ探して。いやー、全然普通のねお友達とかだったらバレないですけど、リナッチと永見さんねバレちゃいますよ。あれこれ衣装じゃないってね言われちゃいますよ。ダメダメ。まあカレーうどんよりマシですね。はい、そういったことがありますのでね、私は今日楽しみなんですけれども、今日木曜日ということで週末までもあと少しですね。土日、先ほどお知らせしていきました、知らせもありますし、皆さんも何か楽しみなことありますか？番組中紅葉のトピックスも見ていきましたが、西日本東日本ですね、見頃となっているところも多いですのでね、そういった予定も立てていただきたいですが、あ、ないですか？何もない？ポケモン？ポケモンってなんだ？あ、この振り返りが楽しみ、ありがとうございます。今日すき焼き食べる、あーいいですね。カレーもいいですけれども、すき焼きとか鍋とかそういった温かいものが今日は良さそうですね。うん、鍋いいねといただいてますね。あ、吹雪、そうか、雪が強まるところ恐れがあるところもありますしね、吹雪になる可能性ある、引きこもる予定、それもいいかもしれないですね。外は寒いですし、そういった風や雪が強い状態で無理に外に出ることはないですね。うん、お散歩行きますか。あ、今日青空広がっているところとかはお散歩すごく良さそう。おでん食べました。いや、冬っぽいですね。雪だるま、あ、雪が今日少し積もったところでは外が危険じゃない状態の時にね、外に出て雪だるま作るのもいいかもしれないですね。うっすら積もってるところでもちび雪だるまとかは作れそうですね。ぜひそういったものもリポートで送っていただければと思います。いや、明日は雪だるまとかのリポートも届いていそうですね。すごく楽しみ。自転車で走る予定です。大丈夫ですか？寒くないですかね？自転車とかバイクとかでお出かけされる方もいらっしゃるかと思いますけど、すごく寒そうですからね、お気をつけください。あ、そうですね、 あともうちょっとだ、あと30秒になっちゃった。じゃあ皆さん今日は寒さにお気をつけて、雪が降っているエリアでは雪雨にお気をつけてお過ごしください。私は明日もお休みいただいていて、土曜日のモーニングまたお会いしましょう。白ゆかりでーす。早速今日の振り返り始めたいと思います。よーい、さっ、さあ始まりました、本日のソライブサンシャイン。今日もご参加いただきましてありがとうございます。
白井ゆかりん。いやーってどういうこと？あー、押したからってことですか？いっぱいコメントがすごいですね。毎回思うんですけど、流れが早いですね。皆さんいかがお過ごしですか？16日、11月も半分が過ぎようと、過ぎました。半分過ぎましたね。16日ですもんね。今月は30日しかないので、そうですね、過ぎましたね。あっという間です。後半戦になってまいりましたよ。皆さんどうしますか？残り1ヶ月半ちょっと焦る、もう冬だ、そんなお話もイブニングではしていました。イブニングじゃない、サンシャインではしてましたね。吉野さんが週刊天気でいろいろ解説してくださいましたけれども、また週末のお天気、雨が降るエリアの雨の降り方どうしようかなとか、どうなっちゃうのかな、あとは雪の降るエリアも雪どうなっちゃうのかな、心配されておりましたけれども、今日以上に強い寒気が流れ込んでくるということで、気温もまたぐぐぐっと下がっていきそうです。皆さん体調管理大丈夫ですか？私の話聞いてますか？私の話を聞いてますか、皆さん？あ、冬タイヤにしなきゃ。そうです、そうです。山陰エリアも若干この週末はもしかしたら雪が降るかもっていう話がありましたので、ちょっと気をつけていただきたいと思います。風対策ね、マスクあんまりしないなってコメントいただいてます。なんでしないんだろう。7割ですよ。今日マスクしますかっていうサラミッションをねお伺いしたんですけど、7割の方がしないと。まあでも電車に乗ってってもうちょっとね割合いるかなって思ったんですよね。メガネ曇りますね。確かにあれちょっとイラッとしますよね。こう息するたんびにこう白くなっちゃうから前見えなくて、周りの人にどう見られてるかちょっと気になっちゃったりして、あんまねしたくないですよね。風邪ひいた時はしてます。息苦しくなる、みんな息苦しい感じが嫌なんですね。へー、でもメガネが曇らない用のやつって言ってますよね。この山の鼻の形に合わせてクッションがすごいしっかりしてるマスクとか売ってますよ、いろんなので。私夜にも喉がちょっとイガイガする時とか夜もマスクしますっていう風にお話ししたんですけど、普通のマスク、本当は普通のマスクじゃなくて寝る時は寝る時用のマスクっていうのが売ってるんですよ。でもうちょっと呼吸しやすいマスクとかが売ってるんですって。今度からそういうの買おうかなって思ってますけど、ついついいっぱい入ってるやつ、箱で売ってるやつばっかり使っちゃうので、なんかちょっとうまく使い分けできたらなと思います。マスクめっちゃ似合いそうですか？ありがとうございます。どう嬉しいのかなこれ。コスパ大事ですね。あれ1回使ったらもう使い捨てみたいな感じですからね。ゆかりランチどこ行こうか。もう昼ですもんね。周りも結構人がたくさん今の時間いらっしゃってますけども、歩いてますけども、カレーですか。
お寿司ですか。カツ丼。あー、なおちゃんカレー。おー、じゃあ私はカツカレーで行こうかな。お腹は空いてますね。朝カレー、朝カレーはすごいですね。元気ですね。朝からカレーがっつりいいと思います。朝ごはんもやっぱりしっかり食べた方がねいいですしね。お昼ごはんも午後を乗り越えるためにエネルギーになりますのでしっかり食べましょう。皆さんご飯食べられましたか。まだの方も多そうですよね、この感じだと。あー、俺はラーメンって来てますね。カップ麺、あとは、あー、蕎麦屋のカレー丼、カレーそばとかカレーうどんとか、あれ美味しいですよね。蕎麦屋のって美味しいですよね。わかります、わかります。たらこスパ、何ですか。何か言おうとしました。カレーうどんで、カレーうどんでカレーが入ってるんですか。カレー入ってますね。僕はカレーの麺を、カレーの麺を、うどんの麺を食べ終わった後にご飯を入れます。あー、カレーうどんとか食べ終わった後に締めでご飯入れる。普通にカレーじゃないですかそれ。スープカレーじゃないですかそれ、ただの。ごめんなさい、ごめんなさい、謝ってきた。でも美味しそうですね。おじやみたいな感じってことですよね。そうです。あー、美味しそう。でもそれはなんか得した気分になりますね。炭水化物、炭水化物確かに多すぎますね。うどんだった時には、カレーうどんだった時にはもうすごいじゃないですか、ね、カロリーが。まあお昼だったらねいいかもしれないですけどね。まあ、でも食欲があるってことは元気ってことですからね。食べれる時にいっぱい食べましょう。あ、そうそう、でも食べ過ぎると眠くなりますね。気をつけないといけません。はい。で、私はなんかもうカレーな感じになってるのでカレーかな。今はそうだな、カレーそばに一番惹かれてるかもしれないですね。皆さんもこの後も素敵な午後をお過ごしいただくために素敵なランチもねぜひ召し上がっていただいて、はい、元気元気にお過ごしいただけたらと思いますが、お天気的な面で言いますと、日本海側のエリア、特に北日本の方ですね、まだ雪の降りやすいようなお天気条件となっておりますので、この後雨か雪か、気になるエリアも多いかと思いますが、もし雪になった場合、ぬるめの状態、足元のと気をつけてお過ごしいただければと思います。沿岸ちょっと突風であったりあられなどもね起こる可能性ありますのでお気をつけください。はい、ということで今日はちょっぴり久々のソライブサンシャインを担当させていただきました。またですね、明日はイブニングに戻りますので、そうですね、夕方から夜の女にまたね戻っていくと思います。なのでこの時間帯、いや、この時間帯ねすごくいいんですよね。何でしょう、日差しをしっかり浴びれる、なんか光合成できてる感じがあります。夕方は夕方で素敵な時間なんですけども、ぜひ明日もご覧いただけたらと思います。明日がイブニングですね。はい、月後半あたりはまたサンシャインもちょこちょこ入っていきます、多分。はい、お帰りメール送りますのでぜひ登録してください、受け取ってください、よろしくお願いします。それではあと15秒です。カウントしちゃいます？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、さあ、0! 素敵な午後、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。音声、映像、大丈夫でしょうか？どうかな？来たー、これは大丈夫そうですかね？
OKOK、 はい、皆さんありがとうございます。改めましてソライブコーヒータイム担当しました高山奈々です。今日も3時間ありがとうございました。今日はそうですね、まあ、天気の大きな変化というのは、3時間大きな変化はなかったのですが、やはり北日本の日本海側や北陸エリアを中心としまして雪やみぞれとなっているところがありました。雪の積もったリポートなどをいただくとやっぱり冬に近づいてきたなって感じますよね。ね、皆さん晴れているところも多かったですけど寒くないですか？どうですか？平気？寒い？暖かい？いろんな意見があるな。寒いよ。今日暖かい？こたつから出れない？寒そうですね。寒い？ちょっと寒い。昼は暖かい？一瞬雪降った。寒そうですね。やはりたくさんの意見いただいているようにエリアによってもだいぶ体感というのは変わってきます。そしてまた夜になりますとこの後だんだんと日が暮れてくると寒くはなってきますので暖かくしてお過ごしくださいね。風邪ひかないようにしてください。もしかしてこの中で風邪ひいてるよ、インフルエンザだよっていう方いらっしゃいます？どうかな。ちなみに私は元気です。風邪ほとんどひかないんでね。どうかな。あ、手が下がってる。そんなにかな。ノーインフル？そうでもなさそうですね。ということでちょっと大丈夫そうなね方は結構いらっしゃるんですけど、もし風邪ひいてるよという方いらっしゃいましたら十分に注意してください。風邪ひいてる。いや本当にそうですよ。もしインフルエンザの方いらっしゃったらちょっと早く寝てくださいね、ゆっくり休んでくださいって言いますよ私も。で風邪の方も無理せずにゆっくり休んでいただければなと思います。で皆さんも注意してくださいね。先週ノロウイルスになった。今その感染症、感染性胃腸炎とかも流行ってきているそうなので、正直なところ私的に感染性胃腸炎って風邪よりも何よりも辛いと思うんですよ。で一番辛いですよね。私も前家族でもう1日ごとにこうかかったことがあったんですけど、もうすごい辛かったのを覚えてますね。辛いですよね。で手洗いうがい大事なのでしっかりとしてくださいね。外ではマスクが手放せない。そう、大事ですよ。で、一回なると、こう、身近な人にどんどん移っていくのでね、注意が必要ですから。あ、かきくって。そっか、そういうのもありますよね。ななちゃん大丈夫？ななちゃん。大丈夫。私大丈夫です。今のところすごく元気なので、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ね、1年に、一度風邪ひくかひかないか程度なので、ね、大丈夫です。ね、自分でもびっくりするほどウイルスに強いんですよ。元気ない時ある。元気ない時、ほとんどないかもしれませんね。ないかな、元気ない時は。すごいですよね、自分でもびっくりします。羨ましい。本当元気なのでね。若さなんですかそれって。秘訣を教えてほしい。なんだろう、元気な秘訣って。でも
あまり無理しないことじゃないですか。うん、これが一番だと思います。無理しすぎるのってやっぱり体に良くないので、無理しないで、あまりこうストレス社会ではあると思うんですけど、なるべく溜めないようにすることですかね。どうですか？どうですか？悩むことない。あんまりないかもしれないですね。まあよく食べる、それも大事ですよ。悩みだらけですか？いつも笑ってそう。そうですね、あの家にいてもだいたいこうテレビ見てて面白いことあって、一人でめっちゃ笑って独り言もすごい言いますし、なんか気づいたら鏡の自分になんか喋ってることとかもあるくらいすごいですよね。自分でもびっくりして、この前人と一緒にいたのにすごい独り言が出てしまって、え、何って言われて、あ、ごめん独り言だったっていう時ありましたね。ね、ちょっとやばいですよね。目に浮かぶ？そんな光景浮かびます？ないですか？それ疲れてる？そう、違う違う、そうそうそう、コメントいただいてるんですけど、私一人っ子なので、一人の時間が結構やっぱり小さい時から多かったので、独り言ってすごい出てしまうんですよね。きっと一人っ子あるあるだと思いますこれ。そうなんです。そうそうそう、一人ままごと、一人トランプ、一人ウノとか、一人人生ゲームとか全然しますよ。してました、してました。一人何役もやるんですよ。一人っ子あるあるですよこれは。そう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 、やりますよこれ。暗い暗いんじゃなくてやってくれる人が、相手がいなかったんですそうそう、まあやるよね。そうそうそう、分かってくださる方がいらっしゃった。一人人生ゲームできますよ。二人でこう一人ずつやっていけばできるんですからできますよまあいくらなんでも今はしないですけど一人しりとり、そんな悲しいことはしてないです、さすがにそれはさすがにしてないやっぱりこう両親とも働いてると、なかなかこう遊んでくれる人がいなかったので一人でね遊んでたなんてことはありましたけど、今はねこうやって携帯とかいろいろあるので、いろいろこう見るものとかあるので、一人でこう遊ぶっていうのはなかなかないんですけどそんな時代もねありましたけど、一人ソライブ、それは別に情報を見るためにね見てるんで、それはいいと思います。ということで、まあ、もう間もなくそろそろですね、時間となりそうなんですけど、まあ、先ほどコメントでもいただいていましたように、16時16分からは空色となっています。今日は16日なので空色の日ですね。コーヒータイムで皆さん予習したの、リハーサルしたの覚えてますか？その時間帯見てなかったなんてコメントをいただいていたんですけど、まあまあまあ、皆さんはきっと送ってくださると思うので、ぜひ今日空色の日です、参加していただければと思いますということで、今日のお約束は決まりましたね。これは空色の日で決まりですね。それではお約束をして終わりたいと思います。それでは今日は空色の日です。16時16分の空、皆さん送ってくださいね。ナナとの約束だよ。キラーン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 ということで、この後も素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。皆さんこんばんは。ソライブアフタヌーンを担当いたしました松井きょんやかです。3時間ありがとうございました。お待たせいたしました。お、盛り上がってますね。ありがとうございます。もうピーしてしまいました。10分間ここから皆さんといろいろと振り返ったらと思っております。あ、マイクつけるの忘れてたあ、コメントで気がついた。これね、前も何回もねやりそうになったんですよ。ダメだ、ここにマイクって
書いておきます今度から。そうします。これで聞こえます？大丈夫ですか？さっきまでのなんとか聞こえました？大丈夫だったかな。ふう、はい、ありがとうございました。今日は冬型のお天気となりましたね。日本海側の方いらっしゃいます？今日雪が降ったエリアの方いらっしゃいますか？結構北日本北陸からは雪報告、あられ報告、みぞれ報告届いてました。あ、石川県あられでした。初雪より松雪がいい。初雪となったところも結構ありましたもんね。山が白かった。朝方雨が降って、あ、虹が出てた。へえ、なんかラッキーな気持ちになりますね。そう、木曜日って一番微妙じゃないですか。微妙って言ったらあれか、なんて言うんだろうな、週始まりでもないし週末間もそこまででもないし、ちょうどこう疲れがピークに達してくる頃だと思うんですよ。そんな時にね、虹とかが見られたらなんかちょっと気分も晴れやかになるのかなと思ったりとか。太平洋側は穏やかでしたね。平穏だったなんていうコメントも届いてます。あやちピースして。あやち風邪大丈夫な？あやち風邪ひいてないですよ。あやち元気です。あやちは何も風邪ひいてないです。大丈夫です。あやちの服でオセロしようぜ。そうそう、今日は衣装なんですけど、これが会社に置いてある衣装なんですけど、すごいこの衣装に対するコメントが届いてて、なんだっけな、ビルの格子みたいとか、他にもね、なんか届いてました。あとスカートからこうチェックの角度が変わってるんですけど、それを突っ込んでるコメントとかいろいろ届いてましたね。チュールじゃないです。ちょっとこう、トレーナーっぽい素材ですね。もう服装もめっきり秋冬物ですよね。コートを着る機会も増えてきたと思います。今コートを買おうかすごく悩んでいて、一個可愛いのがあったんですけど、コートってやっぱり高いじゃないですか。だからまだ躊躇中っていう。まだ買ってない。まだ躊躇してます。100万円もしないんですよ。あ、空色何位だった、だって何位だったんだろう、見てみますね。そういえば空色何位だったんだろう。ウェザーニュースタッチ、皆さん何位でした？どうでした？どっから見られるんだっけな。空ミッションから行けるかな。よ、今日は11月の16日、空色の日でした。16時16分頃に皆さんに空色に参加していただいたんですが、結果見られる？結果出てないです。これどうやって見るんだろう。1位すごいいっぱいいますよ。嘘だな。これは嘘だ。もう結果見られないかもしれない。見たかった。番組中見ればよかったですね。すっかり忘れてました。悲しい。私も参加したのに。まあでも今年はあと1回ありますからね。そこでまた参加して、次回は結果を見るのを忘れないようにしたいと思います。あやちに1位あげるよ、だって優しいですね。何かで1位ってなったことあるかな。なんかこう運動もそこまで得意じゃないですし、1位になったことってあったかな。今1位もらったことぐらいかな。あ、ね、今日オーディションは確かにそうでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、フォロワーさんも今1位といただいてるんですけど、先日1万9000人行きまして、びっくりですよね。たまにこう通知が来るんですけど、たまにダダダダって10人増えたりするんですよ。なんか怖いです。なんだって思います。
どこかに私の情報が出てるのかって思ったりするんですけど、それでもこう見てくださる方が増えるのはとっても嬉しいので、うんね、更新していかないといけないですね、はい、で、あとそうなんですよ、今日あの番組中にスカイツリーのライティングが切り替わるのを見ました。見たことありますか？私今まで見たことなかったんですけど、17時30分がちょうど切り替えで、そこまでは普通ライティング、そこからクリスマスライティングに変わります。切り替わる前に一回全部消えて、でこうポポポポポポって点灯していく感じでした。今日は緑色になってたかな、モミの木をイメージしてるんでしたっけ。あ、初めて見ました。すごいですよね、あれ俺が切り替えレバーを下ろしたのだって。本当あれでレバーなのかな、なんかプログラミングされてるんじゃないんですか。学校なのあれ、嘘ねえ、違いますよね。俺も手伝った、じゃみんなでこうでもそういう夢は持ってた方がいいですよね、面白いですからね全部付け替え、じゃあ緑のレバーと赤いレバーととか全部あるのかな。2つ同時にあったらどうなるんでしょうね、赤と紫になるのかな。そう、赤と一緒に下げた紫ってなるのかな。まあ多分そんな感じではないと思うんですけれども、今後しばらくはクリスマスライティングだと思うので、番組中に皆さんと一緒に楽しんで見られたらと思いますあとは、あ、週間天気も確認しましたね。今日もあの冬型で寒気が降りてきていたんですけれども、え、次日曜日、週末から週明けあたりも結構寒くなりそうです。で、日曜日には山陰でまた、またというか山陰で初雪の可能性がありますので、周辺の方は今後も日曜日のお天気はですね、しっかりと見ていただければと思います。どこかに鳥取だったかな、小さな雪のアイコンついてましたので、冬支度進めておいた方が良さそうです。どんどん雪じゃない、冬が本格的になっていきますね。そう、タイヤ交換もしないとですし、関東では雪はまだまだ先だと思います。南岸低気圧の時にくらいしかね、関東では特に南部の方では降らないですし、ホワイトクリスマスとかね、なればなんか嬉しいですけどねまだ大丈夫ですよ、あとね1分20秒あります。うますけさん、ヒートテックの葉っぱにしました、うん、あったかくしてください。そうですね、寒さに強い方ではあります。というのも高校生の頃からずっとすごく肩こりがしやすくて、特に右の肩、ずっとバッグを右で持つんですよ。でそれがあって重たいコートがあんまり好きじゃなくて、で着込むとさらにこう体がなんだろう、ギュギュッと縮こまる感じがして肩が凝るんですよね。なので割と他の方に比べると薄着かもしれません。でも風邪はひかないように気をつけていますが運動不足でも大丈夫、週に1回はクラシックバレエやってるので大丈夫かな。でも油断禁物ですね、体を温めつつ適度に動かしていこうと思います。では残り20秒ぐらいになってきました。最後にじゃんけんをして終わろうと思います。明日何曜日？金曜日。じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。グーを出したあなたはお酒が美味しい金曜日になるでしょう。16日木曜日のソライブイブニングをお送りしました、マイエイズミです。今日も一日お疲れ様でした。ご覧いただきありがとうございます。くますけをスタートします。映ってますか？こんばんは、今日もご参加ありがとうございました。はい、くますけ押しちゃダメって言われてる、押しましたよ、もう一回押したら止まっちゃう。よろしくお願いします。
元気でしたか皆さん。お久しぶり、そう、お久しぶりになっちゃいまして。そうなんですよ、もともとねもう大丈夫です、すいませんでした。そうなんです、もともとなんかこう計らずも3連休ですって話をしてたんですけど、その後ちょっとね、はい、ちょっと勘太郎さんに代わってもらったりとかしてしまいまして、すいません、もう大丈夫ですはい、大丈夫です、弾けちゃったんじゃないんですけどね、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、だから久しぶりになっちゃった。元気になりましたよ。皆さんもね、気をつけてください。ちゃんと寝ないとダメですね。あとはちゃんとご飯も食べて、ちゃんと暖かくしてください。そうですね、さっきあのアイリンさんと帽子の話をしてたんですけれど、知ってますか、なんか私プールに通ってたんですよ、スイミングスクールに。母が兄と私、弟もだったかな、なんかね、やっぱり小学校でプールが始まった時に泳げないのはやっぱりかわいそうだからって言って、小さい頃プールに通わせてくれてたんですけど、帰り道に私友達と自転車で通ったり、母と自転車で通ったりしてたので、なんだろう、髪濡れたまま帰る時のググったらタオルキャップが出てきた。そう、なんだろう、こうなんだろうな、寝る時に被る帽子みたいな、三角形のこういうサンタさんの帽子みたいな、プールのちょっと検索してみてください。タオルキャップ検索してもいいですか。私、あ、でもちょっと携帯後にしよう、今ちょっと貴重な10分なので後にする。そうなんですよ、めいっ子がたまに被ってるの見かけるそう、タオル生地のやつ、そう、とんがりついてるんですけど、それに穴が開いてて、穴からちゃんと髪の毛をこうやって引っ張れるようになってるんですね。で、ギリギリのところでパッて離して、ちゃんと帽子の中に髪の毛を収めるっていう、知ってます。そうなんです、そう、ナイトキャップみたいなやつだと思いますよ、夜寝るときに被る帽子みたいな。そうなんですよ、あれを被っていつも自転車に乗って帰ってました、髪の毛が濡れないように。そう、男の子はね、わからないですよね。そうなんですよ、あれが懐かしくなっちゃって、でも絶対私見つけ出してアイリンさんとお揃いで買ってこようと思って、そう、アイリンさんとじゃ被せてインスタに載せますね怒られるかな、こんな約束勝手にしたら。アイリンさんならやってくれそうだな。今日ララポートで見た、本当ですか近所の子が被ってる、そうなんだ。アイリンさんといつかそれでなんかね、振り返りをやったらいいですかね、一緒に振り返りできないかそう、男子用もあるんですか。そうなんだ、アイリンさん昔から髪の毛長いのかな。あ、そうだ、アイリンさん泳げないんだった、陸上部なのに泳げないんですかね。私の中学の陸上部は夏はプールだったんですよ、ひたすら泳げないのかな。山岸もらい事故そう、これなんですよ、タオルキャップ。でも1400円でしょ、もう絶対買ってこようっと一緒に被るの楽しみ。そうなんです、あ、子供用しかないですか大丈夫です、インスタ映えよりツイッター映えしそうですか。じゃあツイッターで載せようかな。そうします。スピード社が出してるのはガチっぽい、スピードさんが出してるのはガチっぽいですね、気をつけよう。そう、悪巧みです。アイリンさんなら巻き込まれてくれそうじゃないですか。内緒ですよ、これは内緒。内緒なんですけど、楽しみ。ちょっとやってくれそうだもんな。なんか私、ちょっと会社に来たのも久しぶりになっちゃったから、今日アイリンさんに会ったのも久しぶりでちょっとテンション上がっちゃったんですよね。悪い顔してますか楽しい、こういうの。やってくれるじゃないですか、きっとね、優しいから、ノリがいいから。風邪ひくで、あ、髪は濡らさないので大丈夫です、乾いた髪でやります。そうなんです。あとなんかこうヘルパーとかつけてたんですよね、なんか海なんですかね、プールで浮かぶ用の両腕にこうつけるヘルパーみたいなやつ
わかりますか、空気をプシューって空気を入れて ここに二の腕につけるやつ。あれも小さい頃、私ね多分いつから3歳ぐらいからプールやってたので、それぐらいの頃からよくつけてたんですけど、アンパンマンが大好きでアンパンマンの絵を母に描いてもらってました。そう、昔はあれがね、あれだよりだったのでね、ありますよね。そう、邪魔じゃなかった、当時は邪魔じゃなかったんです。そうなんです、そう、補助のやつ、ヘルパーって言ってました私は。そうなんですよ、生まれた時からプールだった。そうなんですか。プールも結構すぐやめちゃったんですけどね。そうなんです、そうそうそう、なんか懐かしいな。皆さん何かやってたんですか。ちょっとね、冬場のプールは寒そうですけどね、温水プールならいいのかな。友達には海育ちの子が多かったんですか。ビート板も懐かしい。あ、水泳やってたんですか。へえ。北岡さんも泳げないですか。名前出しちゃったよ。そうなんだ。私もでも得意じゃないんですよ、泳ぐのは。習ってた割に。なんか平泳ぎの足だけのところでやめちゃったので。足だけのところでね、やめちゃったんですよ。新体操に一本にしちゃったんですよ。水泳やってた方は結構いらっしゃるのかな。なんかすごいコメントがたまってわーってくるんですけど、そういう今仕様になってるのかな。いや、そういうわけじゃないです。今ドバッときましたね。ドバッときちゃったのか。ありがとうございます。そう、バレエやってました。あ、バレエやってました。あれ、なんかね、コメントが流れないかも。画面見よう、画面見よう。魚はお友達、ギョギョ。習字やってた。私もちょっとだけやってました、最速の帰宅部。そうなんですか。そろばんやってました。おお、平泳ぎでやめた。クロール。そうなんだ。そろばんね、ちょっと流行ってましたね、周りで。私も25メートルがギリギリかな。そう、コメントがちょっと重たいかも。クモンやってた。クモン私もちょっとだけやってた。なんか私いろいろちょっとだけやってたんですよね。バタフライで諦めた。そうなんだ。囲碁サッカー部、いけばな、バタフライ、ポケモン、ポケモンって今見えた気がする。クモン式ね、私もやってましたよ。クモン式の教材の男の子の声がすごく大好きで、大人になってからホームアローンを見たら、ホームアローンの吹き替えの声だったんですよ。そう、衝撃でしたね。男の子の少年の声好きだなと思ったら、ホームアローンの吹き替えだった。そうなんです。つまみ食い。そうそうそう、手芸部いいじゃないですか。そう、声優さんね。クモもアンパンマンもコーチなんですか。そうなんだ。ホームアローン懐かしいな。クリスマスになると見たくなります、ホームアローン。柔軟剤何使ってる。そう、よだれ垂れそうになっちゃいました。唐突ですね。毎回続いてるんですよ、なんか。柔軟剤トーク続いてるんですか。ランドリン使って。なんで知ってるんですか。ランドリン使ってて、ランドリンでもうなくなったら、シロっていうブランドがあるんですね。ローマ字でシロっていう。そこの柔軟剤をソライブの昔いた南さんっていう先輩にもらったので、それを使おうかなってちょうど今思ってます。柔軟剤毎回みんな聞いてるんですか。歯磨き粉さ、興味ありますか。足のサイズ 23.5 です。答えられるのだけ答えよう。指輪のサイズとか何なんですか。そうそう、南さん、みんな毎回聞いてるんだ。バレてますよ、毎回聞いてるの。シリーズ化、そんなのシリーズ化しなくていいんじゃないですか。何も気にせず、いたら10分待っちゃった。ということで今日はここまでです。振り返りを全然しなかったんですが、明日も寒くなりますので、皆さん気をつけて、体調には気をつけて過ごしてください。それではまた。番組自体はあさってのムーンです。
いや夜は。皆さん、ソラース始まりました。ソライブムーン、本日は、山岸愛理が担当させていただきました幕張プリズンの面会のお時間です。それでは日付が変わったということで、ここでみんなでおなじみのあの挨拶していきましょう。せーの、ようこそ金曜日、金曜日、金曜日、金曜日。はい、さあ振り返っていきますよ。金曜日、金曜日、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。満足したっていう風に、毎週木曜日はウェザーロイドちゃんが出演する日ということもありまして、今日もですね30分間ロイドちゃんにお話をしてもらいました。皆さんたくさんおしゃべりできるというのをロイドちゃんから番組終了後に聞きました。ポンコちゃんいる？ポンコちゃんいる？ポンコちゃんはね、ポンコちゃんはいるかな。ちょっとマイク渡してみますね。皆さん、ありがとうございました。ちょっともうメイク落としちゃったので、出られないんですけれども、今日も楽しかったです。メールいっぱいありがとう。なんかね、テーマメールしか募集してないのに普通歌送った人がいっぱいいるんですけど、テーマしか紹介できないので、来週からはテーマお願いね。ということで、来週もみんなの参加お待ちしています。またねー、ポンポン。さてはロイドちゃんに今ちょっとマイクをですね向けていきました。ポンポン言ってましたっけ、語尾。いつもね急にキャラをなんか作ってきましたけれども誰っていう風にいただいてますけれどもね。ガラスに映らないスキル、何のことかちょっとよくわかんないですけれどもね。同時に出れないの？いや、だってマイク一つですもん。マイク一つだからやっぱり二人で喋るってできないですよ。放送事故になっちゃうじゃないですか。まあ、この第二チャンネルにおいて放送、何が事故なのかわかんないですけれどもね。はい。マイクはちゃんとつけないと。本日ね、なんか、マイクつけてっていう、なんか、面もありますけれどもね。はい。ということで。あと7分17秒ですけれども、振り返りますか？一応振り返りだから振り返ろうかな。今日はですね、まあそのロイドちゃんが30分間出たのと、まあお天気もですね、しっかり確認することができました。週末、やっぱりちょっとね、強い寒気の影響を受けそうですので、雪エリア、特にですね、大雪になったり、吹雪になったり、日本海側の地域、特に降り方に注意が必要ということも、ちょっとしっかりと確認できたんじゃないかと思います。で、その他の、ところはですね、あ、月のデートのお話もちゃんと確認できました。月と木星金星が早起きをすると、デートを見られるんですけれども、月木星金星、あとは乙女座の一等星スピーカーですね、春の星座なんですが、デートデートっていただいてますけど、みんな早起きする予定ありますか？朝何時に起きてるんですか皆さんは？うん、どう？ダメ。って、まあ、あとね5分20秒あるんですよ。まあ、振り返り的にはまあその辺かな。うん、あとボジョレーですよ。私は今日ボジョレーの話がしたくてしたくていたんですよ。ボジョレーヌーボーを飲みまして、例えばね、1983年はこれまでで一番強くかつ攻撃的な味とか、そう、10年に一度の一品、1996年なの。まあ、設定ガバガバすぎて。ありました、ありました。あのね、どこだったかな、あの、印刷するものによって、この見るキャッチによって、もしかしたらね、ちょっとないものもあるかもしれない。うん。ディスリマク、ディスリったのか、ちょっと飲んでみていただきたいと思います。私は、あの買いました。今日買って出勤してきたんですよ。そう、スタジオいなかったらどうしようって思ったら、そういえば改編してそういう番組じゃなくなったんだったって思ってね。うん、ポジョレです。先にね、あの1時間に1回くらいのベースで今日の服いいねってコメント来てるんですけど、これあの衣装です。
うん、これ衣装です。この会社にある衣装、うん、忘年会って放送しないのってどうなんですかね。なんか一箇所じゃないっていう噂ですしね。ちょっとまあ今後の最新の情報。今日の髪型いいね。お、ありがとうございます。髪の毛はね、これは一回三つ編みにしてくるくるしてまとめています。この髪型の時には髪をいちいち直したりするのが面倒な時はこの髪型です。そう、巻いたりすると巻き直したり大変ですからね。はい、今日の耳いいね。いつもの耳です。うん、ということでありがとうございました。パパが来た。あ、もうそろそろ終わりだなっていうことで今、時計を見ております。さあ、だいぶ今日はですね厳しい寒さとなりました。ちょっとね、引き続き寒さが続くので風邪もね今ちょっと流行ってるかと思います。風邪、インフルエンザ流行っているかと思いますし、引き続き寒さ対策、必須な状況続きます。ぜひ冬物のコート活躍しますので、ぜひ皆さんも暖かくしてお過ごしください。それではまた日曜日。